マッシュート・トーマス・ベイティは、アメリカ合衆国ジョージア州、グーイン・ネット・軍スネルビル出身のプロ野球選手、右ト左ヒ MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。2011年の MLB ドラフト48順目で、カンザス式ロイヤルズから指名されたが、この時は契約せずに、ベルモント大学へ進学した。2015年の MLB ドラフト12順目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され。 プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズでプロデビュー。A 級、グレートレイクス・ルーンズでもプレーし、2球団合計で68試合に出場して打率。314、4本類打、28打点、4盗塁を記録した。2016年は、A 級乱直ン,ンがクエックスでプレーし、124試合に出場して打率。 297、11本類八88打点、6盗塁を記録した。2017年は A 級タルサドリラーズでプレーし、116試合に出場して打率。326、15本類六69打点、3盗塁を記録した。この年はテキサスリーグの MVP に選ばれている。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、 グレンデールデザートドックスに所属した。2018年は、ルーキー級アリゾナリーグドジャースとトリプル A 級、オクラホマ式ドジャースでプレイし、2球団合計で34試合に出場して打率。284、1本類打14打点を記録した。オフの11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人、枠入りした。2019年は、開幕を、 トリプル A 級オクラホマシティで迎え、4月30日にメジャー初昇格を果たした。同日のサンフランシスコジャイアンツ戦にて7回表に、代打でメジャーデビューすると、その初打席で安打を放った。この年メジャーでは99試合に出場して打率、265、9本塁打、46打点、5盗塁を記録した。ありがとうございます。